おいおい、しのぶちゃん。何を怒って拗ねているんだ？今度、楽しく過ごそうじゃないか、二人っきりで。な、何？えい、クソ！このちっぽけなクソガキが！何者だ？いや、ずいぶんコケにしてくれたな。はあ！貴様、再起不能になっただと？うん。お前は気づかないと思ったんだがな。おん、クソガキが！ほう、まあまあだ。趣味の悪い時計だったな。奥安は。コーヒーでも飲んでくつろぎたいところだが。ほう、結構頭の切れるやつだな。確実にやつの鼻先に突っ込み、ピッチャーフライ取るみたいに簡単に受け止められた。かなりしてやられたって気分だよ。おう、そうだな。クソガキが、生かしてはおけない！粉々に爆破されるんだよ。うん、悪いが決めさせてもらうぜ。ほう、助かりたいかい？こんな屈辱の生きっ恥をかくとは。戦いに興味はない。二度と起こすんじゃないぞ。君は敵というわけさ。ここからお前を出すために来た。何が起こったのか知らんが、始末したようだな。ちょっと待ってくれ。私を見習うんだよ。ああ、どうなっているんだ小僧。やれやれだぜ。こういうのは好きじゃねえんだがな。どうやら敵を発見したぞ。特に土俵際の駆け引きを。正々堂々の一騎打ちだぜ。まったく大したことねえな。おいおい、勝ち負けは問題ではない。お行儀の悪い人だ。自分で綺麗にしなさい。ところでぐっすり眠れるようにね。この嫌いよしかげの勝利だ。やれやれだぜ。何やってんだ。お呼びじゃないぜ。ほら起きな。おい、やれやれ、勝手すぎるかな。